新入員から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。内枠の2人、そして1番外側、6番佐藤も好スタート。さあ佐藤が動いてきましたが、スロー勢が抵抗していきます。内側1番砂永、そして6番佐藤がまくっていく。内2番石渡の差しですが、バックステッチに入ってきまして、1番の砂永、6番佐藤、この両者の先頭争いに、その後ろからは2番の石渡、さらには3番の永田、4番の飯島、ラストが5番の今井、スタートは前提正常でした。1周にマーク、1番の砂中一歩前と出ていきまして、先回り2番手ですが、2番の石渡、しかし6番の佐藤がその外側からまくろうとしますが、ちょっと横に膨らみ加減、ホームへと戻ってきまして、1番の砂中3点心リードを奪っています。流れあんまり良くなかったですけど、しっかり最低限の目標をクリアできました。試合に続き、水準差できたんで、続き最終まで頑張ります。